はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。 A 列車で行こう9、ライブ配信始めていこうと思います。今回はですね、前回延長した路線に列車を走らせます。で、まあ長距離線と私鉄線を延長させましたが、今回は、長距離線に列車を走らせたいと思います。バスとかもあるんだけど、まずは一応に走らせたいと思います。Twitch で配信しております。 Twitch アカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いします。Please my Twitch アカウントフォロー and チャットコメント please。そしてですね、YouTube、で、2日後16日21時からライブ配信、このライブ配信をアーカイブでプレミア公開いたします。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。まあ、YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブ&グッドボタンプリーズ。 This live アーカイブアップロードtwo days after。 そして旧ツイッターである X のアカウントを持っております。こちらもぜひご覧ください。アカウントフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。マイツイッターアカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、では始めていきましょう。しかしなんかすごい斜めってるな、この辺。いやですね、斜めってると道路も斜めに走るからな、斜めに走らないように排除していきたいと思います。なんでこんな斜めにあるんだろう。あとそうだな、工場も作らないとダメだよな。その工場じゃなくて資材工場だ。資材工場はどこだ。で、資材工場を作って、地下1階に道路を作って、まあ、鉄道を作ってもいいんですよね。基本的にトラックにしてるけど。
とバストラックじゃない、ステーションで、ステーションがで、バス配送所を作ればよい。で反対に、まず、トラックを買わないとダメか。トレインでバストラックで後ろから。仕事表示ですね。購入しないといけない。はい、これをこう購入して、そして閉じて270を置くんだけど、その置く前に別をやって、発車時間かな。今のとこ3時間に1本ぐらいで良いんじゃないかな。これで、積むのみで、でこっち側は下ろすのみ。10分でいいや。こんな感じか。で下ろすんだけど、下ろすとこにはやっぱり当然資材置き場を置かねばならない。なるべくギリギリのとこ置くか。これでここら辺は多分、あ、無理だ。ここからしか取れないんだ。ここからは、ここの駅とここの駅は両方取れないんだな。じゃあまあ、これだとどうなる？あ、無理だ。ギリギリ届かないんだ。きついな。じゃあもう一駅増やさないとダメだ。曜日によって、どこに行くかを変えればよい。この辺に置いとくかな。場所だったらここになるよな。で、ここで、あ、そうだ、そこの前に、下ろさないとダメですね。下ろすを
ピーして、まあまず全社に適用した上でコピーして、これを下ろして貼って全社に適用か。でここですね、ポイントはここは未右折で、でここの交差線設定はあれ、これって日付ごとに設定できないのかな。あ、ダメだ、日付ごと設定ができないんだ。なんと、まあじゃあまあつまり置くとしたら、勝手269を配置しないとダメってことだろうな。269はこれは左折右折ってことだ。でこのまま行くと工場が足りなくなっちゃうよな。どうするかな。あ、でもこれだったら下ろしちゃうもんな。あ、でもまあいいのか。こんな感じですね。この辺だからここから拾えるっていう算段だ。駅前にこれ工場あるのちょっとやばすぎだろうな。まあ置いておきましょう。でですね、あらかじめ列車は買ってあります。まずは特急としてこれですね、681系、いわゆるサンダーバードです、サンダーバードタイプですね。こちらを導入しております。サンダーバードは非常に怪しまれますね、存続が。でこの特急ですが、どこまで走らせるかですね、ポイントとして。もうなんかすごい連続で出発してる。いいのかこれで。朝ですね、朝になってんだ。でですね、こっち側にも行けるんですよね、特急は。仮にこっちに行ったとしたら、
ここで折り返すこともできますけど、基本的にそういうことはしません。まあもしくはこの辺でここで折り返してもいいかもな。こことか折り返し線を使って、そういう場合どこを終点にするかですけどね。まあでも今は考えないでおきましょう。ここがあってこの先って折り返し点がないんですよね。なのでここ行って、まあ、ここで折り返すか、もうここ行っちゃってここで折り返すかですね。ここで折り返すかな。正直ここがすごいあのダイヤのネックになってる感じはあるんですよね。次回あたりはここら辺を改善しないといけない気はします。例えば首都駅伸ばすなりして、223ですね、まあ、快速ですが、うん、なのでちょっとルートをまず決めましょう。これはどうだ、こっちしか行けないのか。じゃあさせ分、ここは分岐ってことになるな。205番はでここ入るから、ここは当然205番は分岐ってことになる。で205番これは分岐じゃなくて直進になる。特急がここ入ってくるのは初めてですね。その多分この新幹線の駅に特急を直通させるっていうことになります。3番は5分、うん、いや5分でいい。で、ここは、どっちを行かせるかですね。そう、ちょっと迷うとこではあるんですよね。
これ私鉄がベースだから。まっすぐの方は基本なんだ。でも左行かせます。で、右か。205番、これは当然まっすぐですよね。結構急なあれですよね。あれ、これってそういえばそうだな、ここは205番どうするかって言ったら通過ですね。これは全ホームに適用、つまり1番も通過ってことになります。で、これは直進で、どっちも直進して、あ、そうか、昔は10分とか待ってたけど、これってここで折り返す便ってどうやって75番とかは、3番線は10分停車か。これも多分そうですよね。40。じゃあなのでこれは205番も同様に10分停車ってことになる。で、下車のみってことですよね。で、これはまっすぐ右、左はすぐ行って、まっすぐ行って、でここは4分停車で、乗車か。で、1回戻って、ここで Y で、でどうするかですね。ここを通過するか停車させるかちょっと迷いますね。個人的にはここ通過でいいと思うんですよ。通過全ホーム適用でいいと思います。つまりまあな、あれですからね、ここはまっすぐ、まっすぐだよな。で通過は全列車
あ、全ホームに適用ですね、205番は。あれ、ちょっと待って、204番は、でこれがまっすぐで、どうするかですよね。でもまっすぐ、基本はやっぱり特急は特急ホームに入れるべきだからまっすぐですね、ここは。で、ここもまあ問題なんですよね。10分停車か、これもう各列車とも。で、これが205番。205番はこれは左折分岐になるってことですね。あ、そうだ、車庫どこに入れるんだっけ。悩むとこですね。まあ当然これは分岐側で、側だろうな。で、これ直進側。で、ここは直進側。直進側。これなんだろう。あ、なるほどな。でもこれ全部直進側ですよね。でこれも当然205は直進側。でここなんですが、この列車通過で構わないです。205は205はここ直進ですね。でなぜ通過で構わないかっていうと、これね、今まではまっすぐだったんですが直進の線路に入れます。でここか、5分停車かな。京丹駅に着きますが、普通どうしてるんだっけ。こっちを通らせるんだな。ああ、これここがここですよね。当然205は
で、当然一番線で、5分停車でいいや。これってみんなそうなってるけど、一応これ全列車にこの一番線は適用しよう。これもまあ直進ですね。つまり、これ4線あるんですが、長距離線分は204以外は、こっち側に入って折り返しさせるわけです。でもこれ205は直進で入りますんで、直進だな、直進で、でまあただし、まあ、今は どうしようかな。まあでも後のことを考えると、ここは一度こっちは今回は分岐して運転停車にしとくのがまあいいのかな。10分停車で、まあ、これは全列車に適用しときましょう。んでもさあ、そうか、やめとこうかな。スピードが微妙に違うから、なるべく手前の方に駅作って、やった方がいいかも。操車場かな、ホームなしで12両編成で、これ河川柱があると、止めてくれないのかな。ちょっとレールを、もしかしたらこの辺の90キロとかスピードを入れるとダメなのかも。90をまず撤去してみましょう。
これで、どうだろう。あ、ダメだな。これ河川中があるからダメなのか。じゃあ一度これ撤去しましょう。ここ以降は。で、ちょっと待ったね。これでレールで、さっきは90キロで設置できる、できるな。あ、でも結構できる。でもここで止まるんだか、90キロにならないね多分。80キロぐらいでってなるよな多分。まあ今は80キロで、いいでしょう。一時的な、あのこれ信号所なんで、なんで、まあ、こんな感じかな。で、これで一応ここの全列車を必ず10分停車するようにします。これで問題ないでしょう。駅の名前が高松寺か。でですね、これ乗降なしですね。で、10分で全列車適用とします。で、205はこれで折り返して、ここの駅ですが、まあ1方分しか使えません。でもまあ深夜はここに戻ってきてもいいのかな。そうですね、めんどくさいんでここ戻ってきましょう。折り返しかな、折り返しですね。で、4分停車ということで、これなんだろう。ああ、そういうことか。なんか少しずつ立ってきましたね、あれが、田んぼが。
で、これで置いてみましょう。205は。名称表示かな。高尚寺、私鉄和田池か。じゃあ通過だよな。ここはホームを経由しないから、でですね、でもさ、1時半に出るようにしましょう。
3時以降に。4時以降は直進にして、20時以降が人気かな。あ、違う、これ逆だ。こんな感じかな。つまり5時半に出発するようにしてってことですね。なので配置して、ここで出て行ってる。またこれ撤去し、75キロぐらいかな。これ入ってくるか、まあ、70キロかなってなりますね。で60キロだけど、これ撤去して、70キロにアップ。しましょう。でですね、これで、準備を行います。あ、止まってんじゃん、これ。
で名前つけとかないといけないかな。今何時だろう。0時42分か。これからですね。で、ここら辺かな。
で、一応これ、ダイヤウィザードを有効にしとこう。でですね、まあ、3時です。で、まず時間をワープさせよう。で、停車します。5時半に出て5時38分か。5時43分に出ますね。で、まあ、まっすぐですね。まっすぐ行きます。で、一旦ここで10分停車行います。乗降なしですね。運転停車です。
今のところだけです。今だけです。運転停車するのは、でこれ調整をして出発しますね。どっちだ、で右ですね。で折り返しで4分停車して折り返すということになります。6時20分6時20分の6時24分かな。でこのままケータに向かいますが、左かな、そうですね。で、ここで停車する、外で停車します。6時48分だっけ。6時52分、でこのまま行くとまっすぐになるから、まっすぐで行きますね。そして加速していきます。ここは環状線内に入ってきますね。まだまっすぐと、通過ですよね。通過ですよね。で、どっちだっけ、これまっすぐだよな。特急はまっすぐで行きます。あ、だがここで邪魔をする。ことになります。5分ですよね。
ターミナル駅到着、7時58分かな。入っていきます。で、8時3分か。通過ですよね。で、これが分岐となりますが、ここがポイントですね。あれ、折り返しになってる。なんで？折り返しじゃない。着信だ。7時41分。そして、これ当駅かなに入っていきます。まっすぐか。当駅は5分停車となります。8時58分かな、8時59分かな。8時58分ですね。で、9時3分に出る。ちょうどこれ新から東までが約1時間っていう感じですね。で、広昌寺からだと2時間半、2時間40分ぐらいということになります。ん？どっちが正解だっけ？あれ？ありか。停車しますが、これは当然通過しますんで、これ10分停車ですね。9時40分。ってことは9時50分か。あ、なんか
道まっすぐ行って3分停車か。ここは終点です。9時57分。じゃあ 10時か。で、まっすぐか。で、ここ4分停車。10時8分。そうですね、10時8分で10時に12分ってことか。で、通過ですよね、ここ。通過で合ってる。まっすぐ、5分停車か。10時36分着。10時41分発ですね。やってきます。で、これ折り返しじゃない、直進で通過。そう、10時58分か。通過ですよね。で、こう10分停車になってしまいます。後ろもう止まってるな、邪魔をしてしまいますが、11時43分11時53分かな。
11時54分までになった。約私鉄和田池から1時間半で新までターミナルまで着くということになります。これ通過ですよね。で、まっすぐ。12時59分。で、まっすぐ行って、で、ここ10分停車です。またもやってまいりました。これを右で、13時40分。13時44分か。7時間、20分ですね。ちょうど。7時間20分で、次は13時44分だから、高照寺に着くのが21時4分に、ってことは2往復だ。フルに往復できるのって2往復か。で、京丹公園時間が、1往復か。
ぱり結構距離がかかりますね。こんな感じですね、運行表としては。まあ実質ここの区間が1周ということになるんで、6時24分に出て13時44分なんで、7時間20分ということになります。でその一方、もう1周すると高円寺を出るのが21時4分になるんで、そうなると21時に京阪南電流線にたどり着いちゃうんで、もう一億はできないということになりますね。さあ出ていきますね。で、快速の後に、まあ、出発するわけですが、快速はこの側線に入っていくので、それを追い抜いていきますんで、詰まることなく走れます。
ちょっと一旦ストップ。一応保存しとこう。念には念を入れて。ダイヤの設定し直ししないとあかんからね。ダメなら。車窓。お、あれなんだ、223か。はい、久しぶりの長距離線のなんか整備っていう感じですね。長距離線の優等列車整備。ついに4パー5の置き換え用の車両投入となるんで、特急がすごい待ってますね。山手線と総武中央観光線の列車が出ます。さあ列車加速していく。早いですね、やっぱり。そこから左に曲がります。60キロで通過していくっていうことになりますね。70キロか。まあ急カーブですからね。80キロで当駅に入っていきます。もう16時過ぎだから夕方になろうとしてますね。していく。列車来てないんでそのまま通過することができます。
返し、右見えるのは京王五線系ですね。私鉄線を通ります。私鉄線に乗り入れる感じになります。私鉄は大慶駅、17時を過ぎてるんで、1月ってことを考えるとこれは完全に夜です。さあ当駅止まって、10キロ。さあ長距離線に入っていきます。相当飛ばしますね長距離線は。これはどうなる。あーやっぱり先行されますね。詰まってますね列車は。さあ空港特急は折り返していきますね。空港特急は基本的にこのターミナル駅と空港とのアクセスに徹しますので、そんなに長い距離は走らせません。観覧車が美しいですね。思った以上にちょっと
時間がかかっちゃってますね。もう1時間半以上。さあ、スピードが速い。さあ、経団駅だったっけに到着で、ここからは今回延長された線を走っていきます。さあ、加速していく。気がつけばもう20時半を過ぎております。さあ、田んぼを出て、さあ、これで車庫に入るための特急ですね。そして戻っていきます。E217 ですね。はい、で、追跡かな。こちらに入って電流線に入って、これで11の運用を終了するということになります。で、また次に運用するのは5時半からっていうことで、約8時間の、停泊を行うってことですね。ちょっとやっぱり長距離線、A 列車で長距離線作るのはいいんですけど、どうしても長距離運用になってしまうと、今回のように2往復下手すれば 1往復しかできないっていうケースもありますね。
はい、ということで少し短いですが今回はここまでですね。こんな感じで、681Kのお披露目ということで、終わりにしたいと思います。次回こそはタイトル通り 225K とか、区間列車京丹から、高松寺の区間列車となるローカル運用にある 221K を、走らせたいと思います。次回こそぜひご期待ください。ツイッチで、配信を行ってきました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。プリーズマイツイッチマイアカウントをフォロープリーズ。今回のアーカイブ YouTube にアップロードいたします。 YouTube、ぜひ YouTube のチャンネルをぜひご覧ください。2日後16日21時頃にプレミア公開の予定です。 YouTube チャンネル登録高評価をお願いいたします。This Live Archive My YouTube チャンネルアップロード2 days after My YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X アカウント持っております。ぜひ見てください。アカウントフォローリポストいいねもお願いいたします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。A 列車で行こう9ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。